こんにちは、なえなのです。今日は珍しく YouTuber っぽい企画なんですけど、髪の毛を染めていこうと思います。やっぱりお家の中にずっといて気分転換をしたいなと思ったので、美容院にも行けないし、今回は自分で染めていきます。さすがに不安なので、今回はインナーだけなんですけど、セルフカラーでやっていきたいと思います。何色にするかと言いますと、ででん、青。どんな色が好き？青。はい、ということで Amazon でカラーバターを買いました。青色ので、青色のカラーバターを買ったんですけど、実際にやりたい色は水色で、なんか水色のカラーバター入れると結構緑っぽくなっちゃうらしくて、水色にしたいならブルーを入れた方が水色っぽくなるっていうことだったので、ブルーを買いました。ブリーチって言って、まず髪の毛の色を抜くんですけど、こういう感じでね、金髪っぽくしてからこっちを入れます。じゃあね、早速やりましょう。これね、光るんだよ、ほら、水色。それではどうぞ。じゃあまず髪の毛をね、こうやってインナーだけ残してやりたいと思います。染めるところを残しましょう。どんぐらいやろう。この辺かな。うわー、自分でやんの怖っ。1年前ね、自分でめちゃくちゃインナー入れまくってたんだよね。後ろまで染めなくていいかな。もう見えてるところだけ染めようかな。そうしよう。うわー、もうマジでこの撮影データ消えたらない。もうマジで本当にピエン、すでにピエンなんだけど、だいぶ。よし、 OK。 タオルを巻きましょう。首とか耳とかすぐ荒れちゃうんだよね。よし、やるぞ。まずブリーチをしていきます。ブリーチ剤を作っていきます。めっちゃ匂い苦手なんだよね。好きな人いないか。塗っていきます。わーい、怖っ。やばいな、手に出そう。えい、すぎる。はい、今とりあえず両方塗り終わりました。もうね、早速ちょっと色が抜けてきています。茶髪ぐらいかな。今茶色くなってきました。このまま 2,30 分放置していこうと思います。くっせー、マジでマジでくっさい。換気しよう、換気。20分後。はい、今20分ぐらいかな、経ったんですけど、もうちょっと経ったかな、わかんない。結構経ったんですけど、後ろの方がちゃんと濡れてたんだけどな、全然抜けてなくて、下の方はまあまあ抜けたんですけど、茶髪っぽい。まだ抜けてるとこは抜けてるんですけど、もうちょっと抜きたいので、これ洗い流してもう一回ブリーチしたいと思います。一回流してきます。はい、今洗って一旦乾かしてきました。こんな感じ、茶髪金髪みたいな、狭間金髪みたいな。もう一回やっていこうと思います。いや、もうね、髪の毛がね、キッシキシ、目を上げております。やめて、もうブリーチないで、無理無理無理って言ってます。もう一回作る。いった。あ、こうやってしたら茶髪みたいだね。似合わないんだよね、明るい色。詰まっちゃってんだけど。じゃあ第2回戦塗っていきます。あー、眠たい。ふう、眠た。待って、前髪止めるわ。前髪金色になっちゃうし、すごいブサイクかもしれない。うわー、ね、まださ、髪が痛みすぎてちぎれるっていう体験をさ、したことがないんだけど、ワンチャンちぎれそう。侍みたいだな。もともとブリーチめちゃくちゃ色が抜けにくいので、多分これもそんなにバカみたいに抜けるわけじゃない気がする。金髪ぐらいにはしたいな。
高校ってさ、髪染めんのダメだったんだよ、前の学校は。だいたいダメじゃないですか、高校髪の毛染めたら。でもやっぱさ、染めたいじゃん。染めたくないですか。冬休みに1回だけ染めたインナーだけ。懐かしいわ、その時に初めて髪の毛染めた。高3の冬休みですね。冬休み明けの頭髪検査ビビり散らしてたわ。あ、垂れた。どこに？あ、ここに垂れた。待って、めっちゃ頭皮痛い、めっちゃ頭皮痛い、めっちゃ痛いです。痛い。よし、反対も塗ってきます。はい、両方に塗れましたので30分置いていきます。30分後。はい、今30分経ったんですけど、めちゃくちゃ抜けた、金髪ぐらいまでなりましたので流してきまーす。タラタラタラーン。今2回目が終わってこれぐらい落ちました。結構落ちたけどまだいけそうじゃないですか。もうどうせ入れるならね、めちゃくちゃ綺麗に入れたい。もう一回ブリーチしちゃおうということで、めちゃくちゃめんどくさいんですけどもう一回やります。なんかめっちゃ気合入ってるわ今回。よし、やるぞなんかまだまだ自粛期間も長引きそうだから、また色落ちとかしたら違う色に染めてみたい。何色がいいかな次。めちゃくちゃ眠いです言っとくけど。待って、前髪ついてない、大丈夫？反対もやります。はい、今30分経ちました。めっちゃくちゃ眠いです。もうめちゃくちゃ色抜けたので洗って乾かしてこれを入れます。こう、およし、やるぞ。じゃーん、真っ青塗っていきます。わー、やっば、いきます。えい、やと、わー、急げ。あー、めっちゃ噛みついた、やばい、青いです。すげー、いかつ。濡れてるかな、後ろまで。どう？よし、左 OK、 右、すっごい青い、真っ青さお、真っ青さお、おりゃ、うわ、ハーレークイーン両方みたいな。カラーバターってなんかトリートメント効果あるんだよね。だからブリーチバチバチにいたんだけど、もしかしたら復活するかもしれない、ちょっとは。うわぁ、すごい青い、真っ青。よし、したら15分20分ぐらい。今15分経ったので洗い流してきます。眠い。はい、完成しました。ではお見せしたいと思います。じゃーん、って感じ。なんか苗はもっとアッシュっぽい水色にしたかったんですけど、なんか結構アゲアゲ系のブルーになりましたね。またちょっとやり直してみようかなと思います。けどまあ可愛いっちゃ可愛いよね。はい、ということで自分で髪を染めてみた動画でした。今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。バイビー。